事例報告をもうちょっと詳しく教えていただきたいんですけど、うん、なるほど。ですね、じゃあ僕のクライアントの高田さん、例えばこういうことですね。普通だったら、まあ、和式から洋式に変えるっていう工事の内容しかないんですよね。でいくらですかとかしかないんですけれども、これは何があるかっていうと、工事内容はまあ和式にしましたよって、金額40万で約2日間ですよっていうことなんですけど、ここですね、ポイントはお客様の要望、トイレが寒いので温かめるトイレにしてほしい、お湯の配置を配管を交換してほしいみたいな依頼がねあったということで、じゃあこういう何をしましたか、こういう明るいトイレに変えましたよみたいなことを言って、プラスここに、一言メッセージというかですね、足腰に不安があったご主人は和式トイレで転んでしまったことがあったそうです。大事に対しませんでしたが、大怪我をしてからで遅いと思ってリフォームを決心されます。介護保険で補助を受けられたことも心強いものです。奥様がご希望されたあったかいトイレを喜んでもらいましたとかっていう情報になって、結局トイレ工事の広告するより早いでしょ。早いっていうかイメージつくでしょ。要はもうね、ぴったりの、自分にぴったりなものが欲しいんですよ、みんな。ですからこことかもね、トイレ、要はお客さんの要望と背景、こういうことですね、要望、こういう要望でしたよ、こういうことで悩んでましたよっていう情報があって、で工事内容こうでしたよ、みんな知りたいこと、金額いくらぐらいですか、期間どれぐらいかかりますかっていうことが分かればいいわけですね。でそれが分かって、こういう要望、トイレが狭いのでできるだけ広く使えるようにして洗面台交換したいっていう欲求だったんで、じゃあこういう工事の内容ですね、ここの工事の内容をしましたよとかって言って、でこういう一言ですね、相談していた M さんは自宅のトイレが古くなってきていて、洗浄管から水漏れを起こしている状態をご自分で調整したそうですと、1年くらい続けてもうそろそろかなと思ってリフォーム決心されそうですと、奥行き1メートル部屋ですが広くて使えると快適になりましたと、リフォームできましたと。なんか一個の広告っていうか、一個のそういうコピーというか、なんか商品売る販売プレゼンよりも全然こっちの方が商品売ってくれるんですよ。でこれ何が強みかっていうと、これの数が増えれば増えるほどお客さんは見に来ますよね。プラス何がいいかっていうと、これの数が増えれば増えるほどライバルが真似できなくなります。事例広告増えれば増えるとライバル真似できないじゃないですか。もう用意できないから、そんなにたくさんで、多ければ多いほど信頼ですよね。結局トイレ工事だっていろいろあるわけですから、同じ1個小入れトイレ工事だって背景いろいろあります。例えば50代の方がするトイレなのか、70代の方がするトイレなのかで全く欲求が変わったりとかしますので、結局あの工事のバリエーションとか、まあ、水田さんの場合は工事のバリエーションで出したところでお客さんはイメージ間がないんですよ。それよりも自分にぴったりな、自分と同じような人がどんなことをしているかの方が知りたいんですよね。だからやっぱりこういう、僕もこういうビジネスすると何か自分と同業さんの事例やないですかって絶対聞かれるんですよ。ないですと、っていうか関係ないという言葉で終わるんですけども、でもやっぱり自分にぴったりなやつが知りたいですね。だから事例の数がもうパワーですよね。だから実際この事例ニュースレターで出したんですけど、介護保険でやりましたよって言ったら、介護保険もらってる方から、うちもそんなのできるのって、補助下りるのっていう問い合わせがあって、結局何十万かの仕事がまた来ました。だから事例の方が売ってくれるんですよ。もう事例事例なんです、これからは。まあ、事例広告の見せ方は、お客さんの要望、要望の中にはこういう要望があったよとか、悩みとか抱えてた問題とかが、まあお客さんの背景ですね。お客さんの背景です、そして、何をやったのかっていうこと、やったことですね、詳細情報で、プラス、まあ、ビフォーアフターがあればビフォーアフターがあればいいし、商品イメージ写真とかがあればあったらいいし、でプラス一言ですね、お客さんので、事例広告と、じゃあお客の声なんで分けてるかっていうと、お客の声っていうのは出演してくれないと出せないんですよ。事例広告は思い出を言ってるだけなので全部出せます。
本人が特定できなければ。だからいいんです。だから事例広告でお客の声みたいに見せることでいいじゃないですか。トイレがきれいになって、例えば高田さんだとお風呂のリフォームした場合、おじいちゃん80歳ぐらいのおじいちゃんなんですけど、お風呂をリフォームして、おじいすごく喜ばれて、もういつ、わしはいつ死んでもいいと思ってたけど、これやったらあと10年は生きなあかんなばあさんみたいなことを言ってたんですね。それお客の声じゃないですか。それお客の声でもらうの難しいけれども、エピソードトークとしてお客の声に見せることができるわけです。だからそれが事例広告の強さです。圧倒的強さです。事例広告の最大の強みは背景を全部見せれます。お客の声は背景が見せづらいです。でも感情的なことは伝わるので、すごく価値はあるんだけれども、事例広告は背景を全部伝えてあげることができるので、お客さんが疑似体験できる、購入したのと疑似体験ができるのですごくいいです。